そう好きですか？12 いいですよね。どうしましょうか。どうしましょうか。とりあえず午前中どこか行きます、ね。行ったのがその水の浦教会とアブ、はい、ビジターセンター。なんだっけ、あの灯台が見えるとこ、尾瀬崎と、あとあの鬼岳、うん、かな。あとなんか鹿が出るとこって言ったけど出なかったんです。島山島、高浜は行ってないですか。高浜行ってないです。高浜あの海ね、はいはい、あまでは行かなかったので、高浜今ね、そうですね、あの今あのお食事の方が高浜行きましたってやっぱ言われて、なんかあの貝があるよって、高浜は行った方がいいですね。昔多分子供と行ったのかな。高浜行って、うん、取って帰ってくるぐらいでちょうど昼ぐらい、田中西君が終わるぐらい。もうここはもう何回かもうお会いしてるんです。そうですね、もうしょっちゅうっていうか、まあそんなしょっちゅうではないけど、この間も釣りに一緒に行った。あ、そうですね、はい、釣りまだ僕は上げてないんですけど釣り動画も何してることなんか本人ずっと知ってる、僕はあの前の日に2時半まで飲んでて、はい、なんかここのとこよく飲んでるから3日も飲んでるから地獄の船釣りでしたですね。これ撮ってます、はい、地獄の船釣りでしたね。うわ、外すごい。そうですね、船酔いに二日酔いで、もうちょっとぐるぐるでしょ。ずっと寝てましたもんね、船の上で。まだ子供さんにも一してたんで、一生懸命その釣れた瞬間だけ起き上がって撮影するもん、ね、でまた倒れる。まあその様子は、まあ、おいおい、YouTube、昨日、まーちゃん先生のチャンネルを一生懸命 YouTube 探したんです。まーちゃん先生、うん、出なかったですか。旦那さんを探したんですけど、はい、全然なくて出てこなかったですか。出てくる。一応でも、あがね、ちっちゃめのあなんですよね。あ、まあ、ちっちゃめ棒じゃなくて、うん、あ、それちょっとやっぱり検索にかかりにくいかも、ね、そうですね、探して出らん、で、あれ、そういえばLINE に何かコメントあったかなと思って、うん、LINE のコメントバーッて遡ったけど、探しきれなくて、あのほとんどドットね、あれしてないから、あんま上げてないです。上げてないです。もうなんか仕事でもやる暇がないというか、そうっすよね、特に YouTuber 見れないですもんね、あの一人で仕事してて。ああ、はいはい、受け屋敷。いや、私たちは去年大吾さんと出会って、ああ、ちょっと見ました、うん、で、あのカラー、あの、診断のやつの映像、はいはいはい、で、あの大吾さんは映像を撮ってくださってるんですよ、はいはい、でまだ編集が終わらないというね。ああ、だいぶちょっと長くあれなんで、あれか、診断してる、診断したっすね、結局んです。それでその続きはみたいなので終わったから、そう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 、それからね、ずっと長いと思それから長いんですよ。でその後はもう大吾さんのチャンネルでってことで。あ、そうなんですね。彼が撮ってるからですね、うん、まだ上がってこないですね。そうですね忙しいですね。で一応あのオレンジがね、もともとロゴがオレンジだったし、あ、そうですね、オレンジ系は似合うタイプだったから出て、ね、オレンジを取り入れるようになったんです。はい、やっぱ、うん、俺も中西君もあるんですか、見た目でわかるんですか、この人何色。肌と瞳と髪の毛の色ですね。肌、うん、瞳と髪の毛の色、染めてない髪の毛ね。でそれがもう持って生まれた色なわけ。瞳、うん、あの肌はでもあれ焼けてても日焼けしたりする、焼ける前のね色味っていうか、だから大吾さんもあの日焼けしてるんですよ。でもう首のあたりとか白いんですよね。やっぱりその辺はちょっと私も頭の中で、あの、あ、日焼けしない時はこんなかなとか、うん、何して、であのちょっと昨日2枚しかやってないけど、ドレープというね、うんうん、キレを私が120枚持ってて、それで顔写りを見てる。ちなみに片山さんはパッと見どんな、あのね、やってみないと、パッと見ないと、パッと見がね、でなるべく自然光でってことで、であのそこが私のお仕事なので、診断がまず分析が、それからそのフォーシーズンね、はいはい、分かったらそこで今度コーディネートの、あのアドバイスとか、あとそのベストカラーっていったら30色の中でも、うん、あのやっぱ優しい色が似合う方とか鮮やかな色が似合う方っていうのも一色一色見てきます。なるほど。だから赤でもいろんな赤があるし、青でもいろんな赤、だから今ピンクですよね、はい、うん、今ピンクもサーモンピンクがあるか、なるほど、ちょ
ピンクがあるかで全然印象変わるので、印象変わりますね、うん、でやっぱりあの合わないと色だけが目立っちゃう、はい、っていうとなんか派手になるんですけど、はい、やはり自分が素敵になりながら色のメッセージをってした方が、はい、で本当中西さんなんかは中西さんもした方がいいんじゃないですか、ポスター今からもう、はい、あんな感じでやるんでしょ、そうだから、そうだから街中にいるんですよ、中西さんもうやる予定ですよ、ヘアスタイルから、はい、うん、あの私も拝見してて、はい、髪がちょっとツツって立ってる時と、はい、普通にしてる時と全然イメージが違ってたんですよ。それ俺が言ったんですよ。最初坊主やったんですよ、出会った時。坊主のも高校生みたいな感じで。そう、若いしね。で、俺と思って、ナクシス伸ばしたらいいっすよって。なんていうかな、多分彼は、やっぱ若いし、うん、若いしもっと若く見えますよ。そうですね。ってみたら、うん、高校生ぐらいでいけるっすよ。やっぱりそこを、なんか信頼を受けるイメージをちょっと打ち出していかないとっていうのがあって、私何名か、やってますよ選挙。あ、そうですか、はい、あ、やっぱそうですよね、そこ大事ですもんね。去年長与町かな、はい、の方もやっぱりあの本当は黒が好きだけど、はい、黒じゃ違うとかね、うんうん、クリンクリン、はい、女性で、ええ、好きなんだけどそれじゃあちょっと女性らしすぎちゃってとか、うん、そこ全部計算して、はいはい、やっぱり持って打ち出したいイメージを作っていくってことしますので、だから今ちょうどいいかもしれない。ちょうど僕も、いや、中西さんは絶対やった方がいいですよ、うん、やっぱりイメージ戦略ですよね。イメージ戦略ですよね、そうですね、ピンクのイメージだけど実はピンクじゃないかもしれない、ね、ピンクって案外使うんですよ最近。あ、そうですか。どうです、あんま使わないっていうのは、やっぱりと案外使ってる方が増えてきてて、ただ使ってちゃう伝わらない使い方があるの、うんうん、もしかしたら、はい、そうね、その微妙なピンクの方が良かったり、はい、でピンクと何かの色を合わせた方がいいとか、はい、1色使いじゃなくて2色3色、はいはい、そこですね。なるほど、うん、教えてください。それは過去に紫色っていう人を見ました、はい、ね、何がパーソナルカラーが紫色、ね、だから昨日お話したようにあのグループなんですよ。あ、はいはいはい、だからスプリング、ああ分かれてましたね、はい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 、そのイメージなの。あ、その中やったら、まあ、どこ持っていくか、だからまずはグループ決めるでしょ、うん、はいはい、でその中でじゃあ今日は何を打ち出したいか、昨日は私赤着てたけど、そういうことですね、今日はピンクなんですよ。はい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 、って言って自分のグループの中の色の中でチョイスするその日のあれによって、うん、あ、だからそういうことか、黄色だったら一色ってことじゃなくてその日のあれでこう、はい、だからうまく演じ分けられるというか、だから黄色だったらちょっと親しみやすいとか、青とか紺なら誠実とか、じゃあどこに使ったらいいかなっていうところなので、で男性はネクタイだったりとか、はい、やっぱりそういうポイントに持ってくるとかですね。これあの本当あれですよ、最初あのケネディ大統領とそのニクソン、はいはい、あの頃からもうアメリカではそういうコンサルタントがいるんですよ。うーん、なのでどうよく見せるかと、もうそこから始まってるイメージコンサルティングで、それに、まあ、色のメッセージっていうのがあるので、そこを載せながらアピールしていくということで、はい、ね、それはでも中西さんやった方がいいですね、やってほしい。あとそれこそ、まあね、あのゲストハウスとか、はいはい、あと店舗もやったりするんですよ、店舗、はい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 、なので、まあ、福祉施設、はいはいはい、病院とか、あと歯科医院とかね、整体院とかっていうのも、はいはい、私コーディネートしたことがあって、でも全て色の基本って一緒だから、私の場合はそれを全部衣食住にあの表現を変えてるだけであって、もう幅が広くなるんですけど、要するにこういうことですね。そうこれが本当にこの色に合ってるかなってイメージ、ーでこうやってパッと見た時、あ、この辺いろいろありますね、お店ジョイフル、トロトリ、さっきの通ってきたのが五島で唯一のモールなんですけど、うんうん、まあイオンみたいなもんです、ね、なるほどね、シティモールで、ジョイフルとか、あれがないってね、ユニクロとかああいうファストファッション、ね、はい、マックスはないですか、マクドナルドもないですか、あと、なんだっけ、コンビニが見てない、コンビニはポプラが
ポプラ、あちこちにあります。そかそか、セブンじゃないね。ポプラしかないです。あ、なるほど。でも本当車じゃなきゃ移動できないですね。いや絶対できないですね。もう今回本当に皆様がお迎えに来てくださるので、あ、まあまあ、もう本当にありがたい。何もできないですね。自分で撮ったの？え、自分で撮ったの？カメラマンの人についてるので、はいはい、ラベリーさんシートベルト してます。あ、してますね。してます、はい、これカメラマンに？カメラマンに、はいはい、どれも良かったっすね。そうですね、まあ、これちょっと影が入っちゃうとダメですよね。顔に影が入らない。そうそうそう、はい、私やっぱりアップかなと思ったけど、はい、だからこれねちょっとね、はい、すごく細く見えるんですよ。あ、一つあれなのが、はい、頼りになるなっていうところがないとですよね。そうですね、信頼がね、うん、そこをどうやって出していくかかなっていう。お通しやからね。やっぱり若くて元気で力あるなっていうのと、はい、やっぱりあるじゃないですか。もう撮ってるの、撮ってますね。今撮ってます、はい、なのでちょっとそのあたりもしっかりと、うん、あの、いろいろ戦略もお聞きしながら、もう本当コンサルティングっていう感じで、はい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 、その辺すごく私は頑張れとか言われましたね。そうです。ただね、あんまりつかないタイプだと思う。つかないと上半身、はい、あんまり羽生くんみたいな感じだった。ああ、はい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 、細まっちゃって、細まっちゃう、はい、ただもうこの辺りはね、そんなじゃないじゃない。あ、そうですね、うん、あの骨格診断もやってるので、はい、似合う色とデザインと素材とかってあるんですよ、はい、うん、多分あんまりつくタイプじゃないんじゃないかなって思ってて、だからそこで、あ、自分はこっち方向で行こうって言ったらそこをどんどん強めていくみたいな、はい、なるほど、うん、まず方向性とか、そう、もう絶対大事なところです。確かに、なんだろうな、親しみやすさかなと思うんですよね。うん、そうですね、はい、で親しその辺ちょっとね、いろいろね、え、市長さんですもんね。市長やもんね。市長っすね、うん、市議やったら 100% 受かるんでしょうけどね。まずはね、うん、まあ、まずは市議からっていうのはよく言われるんですけどね、これがポプラね。あ、これがポプラ、はい、あ、ちょっと寄っていいですか。ちょっとコーヒー買っていいですか。そうなの？はい。あ、この方？はい。でもなんか見たことあるかも。本当ですか？あったりしてて、うん、私はちょっと簡単なのしかわかんないんですけど、はい、ネットで見て、はいはい、その人の質？はい。で、ちょっと誕生日から見るんですけど、ちょっと見ますね。なるほど。その人の質？うん。あの、運気とか。はいはい。で、古事記の神様の神格と、はい、あの私たちやっぱり似てたりして一緒だったりするんですよ、はい、だからその神様がなんか守護神みたいな感じで守ってくれるみたいな、はい、だからその神様の神格の通りに割と行動したり振る舞っていくとうまくいくっていうのがあって、でね、4月とかよね。あ、開けましたね。あ、ちょっと待って。ああ、ね、神武天皇です、はい、あ、僕で、うん、一番最初の神様ですね、はい、で、天って言って割と感覚派なんですよね、はい、割と拡大していくようなので、はい、周りの状況や周囲の意見に惑わせることなく、はい、何事も努力と根性で取り組む、はい、あなたの素質はその大和国を平定し、はいはい、初代の天皇に即位した神武天皇です。お、やっぱり努力とか、はい、うん、そういうのがでも感覚的なものなんですね、はい、でもっと詳しく、はい、行動とかっていうのはちょっとあの私じゃなく、うん、夫が割とすごく分かるんです。じゃあ僕はなんですか。僕はね、ちょっと待ってて、12月5です。何年？1979年。19年の12月5日。
少女と1日違い。あ、4日ですか。うん、あ、6日だ。6日。増加三振って言って、はい、なんていうかな、まだね、紙が形になってない頃のなんかモヤモヤモヤってこの絵があるんですけど、はいはい、紙がまず形になってない、まだ形ないような、もう最初のあれ見た神様で、でもなんていうかな、本当に自由、自由ですね、自由平等、博愛をモットーに公平な世界を築いていく。バランス感覚に優れたあなたの素質は天地、これなんて言うんでしょう、ちょっと待って聞いちゃった、天地海、なんて読めない、ちょっと難しい、そう、なんか読めないですね、ちょっと待って、やっぱ自由なんですね、自由ですね、当たるんですね、だってね、あのね、だって絵がですね、もやもやもやと思う、実体がないんですよ、もやもやしてる、もやもやしてる、実体のない生き物みたいな、なんて言うんだろう、これなんて言うの、わかんないです、わかんないね、門構えに、なんか壁の上側みたいな、壁っていうじゃない、まあまあ大丈夫、何とかの神である増加三神そのものです、そのものなんかもやもや、形がない、形がなく、でもまあ自由平等博愛ですね、平等、うん、博愛、はい、博愛、博愛って何ですかね、博愛ってまあ、愛でしょうね、あの博士の博ですよね、博愛病、で、なんか3つの神様がいるんだけど、なんかモヤモヤモヤとした雰囲気、はい、これ当たってるんですよ、すごい当たってますね、うん、自由が高い、で人に見せるその社交心っていうのがあって、はい、それはちょっと私よくわかんないんだけど、まあすごく詳しいんですよとか、なんかそんなのを伝えていきたいって言ってて、それで神社ツアーとかやったりしてて、はい、で今トレーニングジムと、あ、トレーニングジムやってるのに、はい、長崎弁講座やってるんですよね、今トレーニングジムやってるんですね、はい、どちらかというともう皆さん楽しませながら、はい、笑わせて、エクササイズ、もうなんかパーソナルトレーナー、うん、でそこでちょっとそういう神様の話とかして、面白い、あれやっぱ厄年とかってやっぱ当たるんですか、あるんでしょう、ね、僕大役なんですよ、あら40数えの42で、あの40です、あのね、12月41日、気をつけた方がいいのが、私も夫が厄年の時に、私の役年の時に夫が手術したのかな、はいはい、扁桃腺とか、はいはい、だから家族に影響出ちゃうこともあるから、で、ね、ちゃんと厄払いはしますね、僕してないです、した方がいい、やっぱした方がいいですか、やっぱりした方がいい、した方がいいです、で私が来年還暦なので、やっぱり厄払いみたいなのを節分豆まきするんですけどね、そう、今日帰ったら私、長崎の興福寺ってお寺、大爆臭の、今日豆まき行きます、毎年やっぱりちゃんと行くんで、来年はだから私が巻きます、じゃあ行こう、やっぱやったがいいと思います、では一応お金入れて余裕はして、仏壇のところに置きっぱなしにしてるんですよ、はいはいはい、なんかこの仏壇、俺の先祖に守ってもらえばいいかなと思って、仏壇のところに置いてる、なんかちょっとまたやっぱ行ったがいいですね、うん、お祓い、だからなんだろう、よくほら振る舞ってみんなでとかあるじゃない、はいはい、あそこまではうちもしないんですけど、はい、やっぱり神様仏様はしてた方がいいと思いますね、そうか、だって用意してるってことは気になってることで、ね、そうですね、そうですね、うん、いやもう年明けて大役、今年大役ってなった瞬間1月4日からぎっくり押して、あ、そうね、はい、動けない、つつ、ね、ました、やばかったっすね、明日から気が変わるんですよね、節が、今日節分なので、あ、はい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 、季節が変わるっていうから、また明日が新年みたいな感じ、じゃあ明日行こう、うん、予約せんとき電話せないかですね、どこ神社ですか、はい、神社、どこにあるんです、八幡神社、なんか、はい、ありますね、近く、だから一昨日も文化会館、はいはい、なんか見せてもらえたんですよね、やっぱり会場を、あ、はい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 、昨日
トルのすぐ前に神社があったので、あの関西から参りまして、あ、ありますね、はい、あそこちゃんとお参りしておきました。あそこありますね。やっぱりなんか神社ってほら、ね、土地を守ってくれてるし、なんか目に見えないもの、うん、大事かなと思って。いや昨日ね、あの何か受けたいって方がいらっしゃったんですよ、そのカラー診断で。自宅でやってるんですけど、あのいや何か集まったら私こっち来ますよって言ったら、もう女性がもうすぐそのあの、はいはい、合唱とかされてる方でコーラスとか、はいはい、あもうみんなに言ったらあれだから、だってその方が無駄がないですよね。そうですね、まあ、交通費ちょっと目出していただいて、まとめて、うん、方が私が一人動いた方がっていう話になる。いいですね、うん、確かに本当に気軽に、ね、はい、そう思って。いいですね、うん、流行りそうですね。流行らしたいですね。だってなんかお聞きしたらね、本当あんまりね着ていくとこもないところとか、遠いですよね。でも車だし。そうですね。でもやっぱりね、昨日そのあの方、その寺脇先生、はい、私を紹介してくださったナルの校長先生、もうおしゃれで、昨日の格好がですね、本当昨日ステージにまた上がっていただきたかったぐらいなんだけど。ダンディですね。こんな感じよ。グリーン着て。決まってますね。グリーンのコート、ジャケット着て、多分。作ってるんですけど、でちゃんと眼鏡まで変えて、もう眼鏡前黒縁だったんですね、最初お会いした時が、きつく見えるんですよ。シャレ、きつく見えて、アーティスト、で、あの一回茶色にされて、でこの間昨日一昨日初めて久しぶりにお会いしたら、もうまた明るい眼鏡のフレームになってて。すごく優しいんです。今あの小学校も初めて、はい、小学生も高校長先生として運営されているので、やっぱりその辺をちゃんと表現がされてましたね。なんかお会いしてもなんか嬉しいっていうか、まあ、この方がね、はい、ぜひそのお母様方を元気にしてっていうんで、私をね、お声かけてくださって。すごいな、緑のジャケットが似合うダンディーなおじさん、素敵ですよ。絶対俺に合わん。そんなことないかも。大丈夫大丈夫よ。緑はちょっと、まあ名前は亀やけど。緑着てるじゃないですか。でもこれ緑ね。あ、まあまあそうかそうか。合う緑があるから。似合う緑があるからね。人それぞれなんですね。結構なんか俺季節に応じて。季節に合わせて。夏は、夏は結構蛍光緑とか。なんか派手派手の蛍光色をよく着てるんですよ。でも冬はなんかこう地味系の。いやでもちゃんと考えてますよ。感じかなっていうような感じ。でもやっぱり皆さん、まあ、YouTube に出たりするので、そうですね、やっぱりメディアとして映えますね。映えますね。どう自分をプロデュースしていくかですね。かっこよく面白く表現して、男性の方たちも昨日終わった後にそういう話になってくださっただけがまず嬉しいですね。ちょっとでも興味持って、でもお互いにね、女性も綺麗な方がいいし男性もかっこいい方がお互いいいと思うんですよね。もう癒しの木がすごい。そうですね、癒しの木屋さんです。でもなんかあれですね、時間の流れが本当ゆったりとしてますね。そうですね、島ですね、島感は。まあでもなんかね、福山でも結構何でも揃ってるから、そんな言うほど島感はもうほんと船でっていうだけで、やっぱそこからなんかここまで覚えたのは椛島感、ちょっとフェリーで20分ぐらいのところ、椛島っていうところにこの撮影行ったんですけど、佐賀島じゃないですか。佐賀島も行ったって言ったけど、椛島に行ったんですけど、あさってぐらいから2日連続で YouTube 上がる予定だったけど、まだ腰痛いながら頑張りました。頑張ったやつがあるという。岐阜ですか。え、大人の椛島の奥の方に泊まる。奥の方の岐阜か分かんないけど、奥の方に泊まる、船行って、そこから
市の人が、みどりさん、あのタロット占いの、連れて、ずっと あそこも車がなんて絶対回れんけん、そうですね、その市役所の方がいろいろアテンドしてくれて、それ何の撮影なんですか？いや、俺 YouTube 撮影、YouTube ですね、役所の人もアテンドしてくれるんですね、役所の人は、まあ、そは役所関係なくて友達で、はい、休みで。青口葉、青口葉、緑さん、緑さん、女性ですか？男性です、男性で、あれマジで当たるっすよ。へえ、気持ち悪いっすよ、はい、マジで気持ち悪いぐらい当たるんで、あれちょっとやばいっす。どこに住んでらっしゃるんですか？どこに住んでますか？どこでも今あって、うちも、うちの老人ホームでも月1、あの部屋を貸してあげて、でそこでやったり、まあ、あっちこっちのカフェとかどことかでやってます。当たるんすよ、本当に。まあ、1回目してもらったの7月か8月してもらったんですけど、10月ぐらいに別れがありますみたいな感じで、で、そので、まあ、具体的に言うと多分こうスタッフとかがこうバッて辞めたりとかがあるかもですねって言うと、マジで辞めたからっすね、4人ぐらい一気に。それ一人さんが裏で糸引いてる。いやー、あれ当たるっすよ、マジで、怖いっすね。タロットでこうやって、はあ、不思議でならないですよ、最初遊び半分でやったけど、たらドキッとしますね、なんかマジで合ってんだけど、怖いっすね、占いってやっぱ当たるんですよ。なんか今回ちょっとお会いできませんけどってなんかコメント、ああ、あちこち行きますもんね、個人事業主やからやっぱ、まあ、いろいろそうね、はい、予約が多分今日はどこ今日はどこって多分あってるみたいです。でもなんか面白いですね、 YouTuber 界。そうですね、いろんな方ね、職種とかも若い方多いですけど、今度はあの3月に来るって言ってた人いるじゃないですか。誰？あのなんかグループ、あ、あれ神事っしょ。昨日のでしょ。いや、俺昨日酔っ払ってて、でわーって入れとった朝見て、あれなんだこれって、ああ神事だって、後藤奈だ、後藤奈だ、うん、検索したんですよ、どこかなと思ったら、朝ドラ見たら神事だ、神事か、神事の人いるんでしたっけ、 YouTuber 界にはいないけど、うん、あの後藤人っていう YouTube とか、あとは、うん、あの神事の一番上の小鹿島、はいはい、のあの旅館の人、ご縁っていう旅館の人が、はいはい、大好きだ、ね、でもまだ YouTube 界に入ってないか、一応紹介はしたったけど、岩永さんですよね、うん、めっちゃいい人、そうそう、コラボしましょうっつって一回連絡もらったんだけど、高浜、これ、ここ来たよ、あ、来ました、デュラン観音は来ましたね、え、じゃあ見ました、高浜、高浜まで行くんじゃないの？あ、行くっす。いや、上から見ました、1回。上から見ました。あ、見たっすね。うん。それが一番綺麗なんですよ。あ、あそこね。あ、撮ったかな。上から見た景色が一番綺麗で。うんうんうん、あ、なるほど。それで、それが高浜っす。あ、はいはいはい。見たっすね。あ、でもね、そうそうそう。あ、でもこんな光がいいですね。あ、でも今、朝がいいです、ね。あ、朝ちょっと行きましょうか。うん、上？はい。あっち行きます？うん、上の方。いや、この間もうちょっと遅かったから。あ、見てたんでしょう。多分。見てたはずっすよね。うん、子供がちっちゃい時にどっか来たことがあるんですけど、どこだったかな、ここじゃないですか、かもね、え、プールとかありますか、高浜、ここはないです、あ、高浜ないか、プールはどこに行ったかな、富江の方かな、富江とミイラクじゃないですか、ミイラク行ってないですね、ミイラクはもう今通ったところですね、なんか踊りとかがあるとか、コマーシャル、高浜も綺麗やし、高浜も綺麗やし、高崎も綺麗やし、高浜高い、あ、でも光が綺麗、どこでも綺麗ですよね。失礼します。しゃ。ちょっとじゃあ、あ、そのそう、これこれこれ。ね、ジンバル。ジンバルがなんかね。今日今回まだ使えてないんですよね。先に。今日はなんかかすってますね。かすってますね。よりどり緑。何？よりどり。よりどり緑って言ってました。よりどり緑、それが彼女挨拶ですね、つかんです、俺を見ろ、違う、間違えた、誰を見る、俺を見ろ、誰を見る、いや難しいっすね、あれ最初の挨拶、うん、もうなんか
決めちゃえば楽ですけどね。まあそうですね。言い慣れれば楽なんでしょうけどね。来てます。あ、来てますね。撮ってます。気をつけてください。あ、うわあ。すごい。てますので、はい、後藤サップと検索していただくと、はい、YouTube であったり予約であったりできるので、はい、本当にね、はい、観光できた人は、うん、沖縄よりも綺麗とか、うん、なんでここ誰もいないんですかとか、うん、結構言ってくださるので、うん、ぜひ遊びに来てください、はい、宣伝です。やっぱり DAIGO さんとコラボしたじゃないですか、はい、それでやっぱり私なんかも知りましたもんね。あ、なるほどなるほど。だからそうやって広がっていくってことよね、うんうん、そうですね、お互いに知り合いでね、うん、今回もだから昨日来られた方たちにどうやってその後をね、はい、つなげるかなってことで、うん、だからもう本当に多分私まだよ山本みどりで検索じゃないと出てこないですよ多分、うん、なのでだいぶ祖父にね言って、なんかユーチューバーの人といるといいのは、なんかその、うん、はい、撮ることに対するなんかいちいちその許可人とか、ああね、あれがもうないから、うん、出るのがね、そう、はい、楽ですよね、うん、楽ね。あとやっぱ昨日ね YouTube にチャレンジしますを言ってたじゃないですか。はい、まあしてるけど今してるけどですね、やっぱ会場のリアクションは薄めやったですね。ですね。いや見ながら多分ね、やっぱ薄めだなぁ、うん、まだまだね、うん、そう。でもやっぱ公演してる人がやって YouTube っていう言葉を出すだけで、はい、ちょっと違ってたかな、多分違うと思うんですね、うん、やっぱで俺らが活動しやすいですね、後藤、うん、あの後藤の方が、うん、僕たちがやっぱカメラ回してでも、はい、ああそういえば山本さんが言おったなっていうワンクッション入る、はい、特にね、昨日の PTA とかは結構頭の固いって言ったらいいけど、こう真面目なお方たちがばかりなので、でも、なんだろう、その水の浦協会行った時に女性がいらしたんですね、説明、はい、で、乗せていいですかって言った時、いや、私 YouTube 嫌いだからっておばさんが言われたの。だから多分今までのイメージ、そのおちゃらけた、ね、おちゃらけたっていう、で、私なんかもあんまりああいうのは別に見てなかったですよね、うん、でもやっぱり情報系、はい、教育系になってからそうですね、変わった情報を取ってる、うんうん、だから私がやりたいのもそっちだよっていうので、ね、返信だったりとか、うん、はい、だから私はちょっとね上の年代を狙いたいんですよ。なるほどなるほど。50代ぐらいが、うんうんうん、だって私がまず無理になってるから、そうですね、まあ、ちょっと早い方だけど、はいはい、あの感覚がね、うんうん、で見て、あとまたねチャンネル登録の仕方が分からない。あ、そうですね、あの作ってあげんといかんすもんね、うん、アドレスじゃなかった、あの Gmail を作って Gmail のやつ、うん、作ってあげないといかんすね。そうしないと増えないんですよね、うん、またちょっと、うん、ですね。ログインしてないとあれはチャンネル登録できないんでしたっけ。できないんですよね、自分の。私も多分自分が Gmail とかやってたから、うんうん、そのだいぶ前にやりたけど、それを今度また最後のもうここでお別れします。ちょっと会議があるんで、はい、すいません、じゃあまた会いましょう。はい、遊びます。ありがとうございました。